はい、皆様こんばんは。11月13日月曜日、第368回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、やっぱり朝寒いですね。やっぱり少し、暖房をやらないとちょっと寒いっていう感じします。でも日中はですね、やっぱりあったかいですね。でもまた夕方になると寒いっていう形になります。そんな松代でございます。はい、今日のゲストをご紹介いたします。エコールド松代クラブ代表の八田晋三さんと、副代表の曲雅子さんです。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、長野県内の団体個人によるおもてなし活動を表彰するっていうのでね、信州おもてなし大賞っていうのを最高の知事表彰を受けましたという形です。おめでとうございました。ありがとうございます。まあ、これ29年度で4回目となるということで、おもてなし大賞、長野市内での受賞は初めて、エコールド松代クラブが受賞とのことでございますということで、まあ、これちょっと新聞にも出てましたですけどね。今回の選考委員会の基準がですね、信州らしさですね、これですね、受賞ですね、信州らしさと伝統を大切にしている、継続的に取り組んでいる、他の模範となっている、この3つで知事表彰という形になります。まあ、その他に3件の奨励賞、知事表彰が3件、それから奨励賞が4件、この中でのおもてなし大賞というのがエコールド松代クラブさんという形になりますね。今回ですね、まあ、表彰もありますけれども、こういった形で、市民新聞さん、ね、八田さん、ね、受賞式に出られたという形になりますけれども、まずはじめにですね、エコールド松代のその発足の基本理念っていうんですかね、これもちょっと八田さんご説明お願いしたいんですけど。はい、松代はですね、はい、信州随一の城下町ということでございまして、はい、まあ、当時の、文化遺産もずっと残っておりますし、はい、そして、当時 その人的なといいますか、はい、皆様がやってた、はい、そのたしなみごとというような、うん、例えばお茶であったり、はい、お花であったり、はい、まあ、その他歌いであり、いろんな、はい、まあ、ことをですね、はい、ずっと続けてた、うん、でこれを文化遺産とその人のたしなみごとをうまくドッキングして、うん、で何かこの松代を発信するネタにならないかなということで、はい、長野市さんがだいぶ後押ししてくださったんですけれども、まあ、そういうことの中で、うん、文化財を使っておもてなしをする、そういうグループを作って、はい、して、全国に発信して、来てくださる、賛同してくださる方に、はい、と交流しましょうというところが、原点です。なるほど。そして、まあ、たまたま長野オリンピックもありましたので、はい、非常に松代の方々もですね、はい、いわゆるボランティアという部分のことについても非常に心を開くですね、うん、広く受け入れて、うん、積極的に参加してくださるという機運がありましたので、ね、一応その辺が割とドッキング全部してできたって感じで、うん、で、まあ、おもてなしの心でお客様をお迎えしてこうやるという、はい、うん、そこのあたりが原点だったかなと、そんな気はするんですけどね。あ、なるほどね。そうするとあれですね、このおもてなしの関係で今回この大賞を受けたっていうのは、やっぱりこの3つの理念っていうのに合致してるって、全て合致してるって、信州が云々とおっしゃるのは、うん、信州含めて松代がそういう心を持ってやってたと、うんうん、なるほど、継続的にやってますよ。あ、はいはい、うん、そして、まあ、他のいろいろ、まあ、皆様の、模範となる、模範となるっていう形だね。そういう部分もある程度やってきたかなと、まあ、多少おこがましい部分もなきにしはあらずですが、うん、でも実際はそういう感じだね、当てはまっちゃう、そういうことですね。そうですね、そうですね、はい。じゃああれですね、マガニオさん、この何ですかね、はい、松代クラブ宣言とかっていうのがあります、はい、ちょっとこれ説明お願いできますか。はい、はい、これエコード松代クラブ発足の時に、はい、発足会みたいなのをやった時に、うん、宣言として確か私が文化ホールの舞台で読ませていただいたと思いますので、そうなんですか、はい、今日もじゃ あ、はい、お願いします。エコード松代クラブ宣言、はい、全国からの同行の死を私たちがおもてなしします。一つ、松代の文化財を敬愛の心を持って使います。はい、一つ、松代に残る美しい日本の心を大切に育みます。はい、一つ、
松代を舞台に全国の同行の人々と公演を広げます、うん、まあ、こういうことで発足しました。なるほどね。うん、やっぱり声いいですね。そうですか、うん、惚れ惚れとするっていうかね。いいね。このクラブですけども、はい、今マガリオさんクラブいつ頃っていうか、はい、何年ぐらい前に発足されたんですかね。はい、2004年に松代城が今の形になりまして、はい、うん、皆様にお披露目されるっていうことで、先ほど八田代表からもお話あった通り、はいはい、長野市が、うん、まあ、いろいろな形で力を入れていただいたんですね、うんうん、で市から現在副市長になられております樋口さんが、はい、こちらに来て、うん、地元の私どもと、うん、準備会を開いて、うん、どんなふうに松代でおもてなし活動、まあ、どんなふうに文化財を生かしてやっていけばいいかというようなこと、はいはい、うん、でいろんなことを話し合いまして、うん、でエコールド松代クラブというおもてなしのボランティア団体を作りましょう、うん、で募ってエコールド松代クラブができました、はい。あ、なるほどね。はい、で2004年当時、うん、およそ今戦果と一つ一つを戦果と言っているんですが、はいはい、戦果はおよそ70あって、そんなにあって、で登録した方が、およそ1000名おられました、うん、でそれは松代町内だけではなく、うう、長野市内、うん、で長野県内、うん、広くは、県外の方も登録はしてくださいました。なるほどね。でそれで始まったクラブなんですけれども、うんうん、まあ、現在は、うん、その70がそのままではないんですけどね、うん、70登録した戦果の中でもその後やはりいろんなことで活動が、まあ、入れ替えはなるんですね、はい、どうしてもね。でもここのところは毎年2つか3つずつ新しく戦果、ああ、そうですか、登録していただいていますので、まあ、およそ70近い戦果で活動はしています、うんうん、ああ、そうですか。で、まあ、人数は1000人っていうのは本当に当初あれでしたけれども、うん、まあ、完全に活動していらっしゃる人っていうのは5、600人かなというところですかね。それでも多いよね。そうですね、うん、なるほどね。まあ、八田さんにもお聞きしますけれど、まあ、昨年度は NHK の大河ドラマ、うん、ね、真田丸で、まあ、マッスルも結構宝物館を中心にこういろんな方に賑わいました。でその中でやっぱりお客さんはどういうふうに迎え入れればいいかなっていうのは多分各戦火でお話し合いしたんだと思うんですけども、その経過ってどうでしたですかね。うん、そうですね、うん、まあ、長野市さんがいろいろその真田丸効果を一層出そうということで、はい、パビリオンを作ってですね、4つ作って大博覧会ということでやったんですけど、まあ、それぞれのパビリオンの中へ、はい、このエコールドさんこういう部分でちょっと協力いただけないかなということで、はい、例えば真田邸だと、はい、こう抹茶のサービスだとか、うん、それとおことだそうだね、そういうことで、うん、その場所にあったその戦火の代表の方をこうサジェッションをいただいたので、私どももその戦火の方々といろいろ相談しながら市のご希望に沿うような形を含めていろいろ協力させていただいたのかなと、そんなつもりをしていたんですが、まあ、おかげさまで割と喜んでいただけるという気はしております。なるほどですね。はい、まあ、この当初のあれですね、こういうエコールド松代クラブのこういった遊学のすすめみたいな形のこういうパンフレットですかね。これ一番初めで作ったのですね。ちょっと落ち着いた感じですね。遊学城下町信州松代ということで売り出したわけです、はいはい、で遊学のすすめということでいろんなことを来たら、うん、やっていただけますよっておもてなしもしますよっていうようなことが入ってますね、うん、なるほどですね。でその後、はい、またより一層、うん、実はこの作ったんですけれども、うん、この中にはいろんな戦火でどんなふうなことができるかというようなこと、うんうんうん、体験にはどのぐらいの費用がかかるかというような表も入れたパンフレットも作って、うん、これも現在も続いてるってことでいいかしら。そうですね、多少ね、うん、入れ替わりはするけどね、料金とか多少こう変わってきているところもありますが、うん、はいはい、まあ、それぞれいろいろ応じて行っていますね、うん、なるほどね、はい、だからこれは通常のあれとはまた別個にっていう形になりますね。そうですね、うん、それとあと毎年この、うん、これちょっとこここれがエコールドのロゴマーク、はい、マークですけれども、はい、これちょっと映してもらってね、はい、これはどういうあれでしたか、ちょっと説明をお願いできる。最初の時にもこれ作ったんですけれども、うんうん、象山先生がの文字から取って、うんうん、
これができました。なるほどね、はい、少しずつチョイスしてこうやってやったってことなんかね。そうですね、 それでこうのれんとかがあちこちにできています、ね、うん、ああそうですね、はい、うん、今これ現状はこういう形ですね、はい、年に春夏と秋冬、はい、あのパンフレットを作っているんですけれども、はいはい、あそうだ、これは8月から、ね、はい、来年の3月ですね。であの大体その時期あのもうすでに、はい、各選科が決めている体験ができる内容等を載せましたり、はい、うん、はい、それから毎月決まって月1回ずつ定期的に講座なんかを行っている内容が書かれていましたりします。その他にね、裏面にはさっき の、 あの松代町内のいろんな交通の関係のこととか、ね、他のことも載せてありますね。わかりました、はい、あとあの昨年はですね、サーマルの関係で、はい、まあ、マスレキ社を活用してですね、はい、あのいろんな取り組みなんかやられて、はい、まあ、アンケートも取ったりとか、やられていたんですけど、そのちょっと内容的なものとご説明お願いできます？はいはい、あの松代へおいでになった方は分かると思うんですけれども、はい、長野からバスで来られた場合に、うん、あそこであのここで降りると町駅舎前、町駅、旧駅町駅前ですって、うん、でそこであのここで降りると真田宝物館とへ行きますというようなご案内があるらしいんですよ。ところが降りて見えないんですよね。どこにあるのか全然見えない。そうですね、はい、でそれであの、うん、残念ながらね、うん、長野電鉄電車は廃線になってしまっていますが、まあ、たまたまあそこに駅舎が残っていましたので、まあ、バスでおいでになる方を中心にこうご案内しましょうということで、うん、まあ、これもあのエコード町のクラブの各選科日頃はね、うん、それぞれ自分 の、 あの得意とすることでおもてなしをしていた人たち、はいはい、今皆さんにお声掛けをして、うん、駅舎で の、 あのそういうご案内のボランティアを、うん、まあ、このエコードの人たち中心に、うん、その他町内へ声をかけて、ね、うん、であと中学生とか中学生も、ね、高校生も ね、 あのね、やってくれたんですけれども、うん、あのおもてなしというか、うん、あのそういうご案内のおもてなし活動をして、うん、なんかアンケートも取ったとかっていうの で、はい、でアンケートを見ましたらね、はい、やっぱりあのそういう町城全体、うん、あの私たちだけで私たちのこともあの駅舎のボランティアがとても良かったみたいなアンケートもたくさんありましたけれども、どこへ行っても皆さん親切で、うん、あのやってくださったっていうような、あのとてもいいアンケート結果が出てましたね。なるほどね、うん、まあ、こういう初めてですもんね、こういうだけの地元の人がアンケートを取るなんてのは ね、 まあ、行政はやることはあるんでしょうけども、ええ、はい、これはやっぱ貴重なあれだと思いますけどね、はい、まあ、後で、ね、有効活用していただければいいかなというふうに思います、はい。それからあれですね、まあ、この八田さんにお伺いするんですけど、エコールドマッスルクラブの代表になられて何年ぐらいになりますですかね。私2005年から、はい、やらせていただいてるんですけど。なるほどね。で今年17年ということは、うん、はい、まあ、12年やってるということでございまして、はい、なるほど、あの前やったその当初と現在との心境の違いみたいなのあります？心境ですか。まあ、あの長野市の方からはですね、はい、まあ、その、ボランティア活動でおもてなしは良くて、うん、はい、でまあ、喜んでもらうのはいいんだけど、はい、なんとかその儲かるようなことにつながることになんとかならんかということを言われ続けておりまして、なかなかそこが見出せないと、うん、こう私どもではなく、うん、やっぱりそういう観光に携わるその業者の方がですね、うん、ある程度もう少しこうせっかく来られた方をうまく引きつけて、うん、商売に結びつけていただけたらなというのは私どもとしては思ってますけどね、うんうん、なるほどね、うん、分かりました。今後の取り組みっていうのはどういうお考えあります？いや、まあ、やはりあのだんだんですね、この会員が、はい、年齢の問題もありまして、うん、体力的にも非常に面倒な部分をこれから迎えるだろうと思いますけれど、はいはい、まあなんか、隙間というか、うん、いい光のそのところを目指してですね、うん、一段とこのおもてなし活動の精度を上げていってですね、うんうん、喜ばれるような形にしていきたいなというのはあります、うん、なるほどね、はい、ありがとうございます。じゃ あ、 あのマガリオさんにも同じ質問ですけども、はいはい、何年経ってたんですか？そうですね、私は先ほど申し上げた通りあの準備会からですので、はいはいはい、ちょっと八田さんより前から関わっているんですけれども、うんうんうん、あの私と一緒にあの活動してくださっているのはもう私よりみんなお年上の方ばっかりなんですね、はいはい、うん、でも皆さんその来た方におもてなしするということで、うん、とってもあの喜んで
やってくださってるんですよ。なるほどなるほど。楽しいと言って、はいはい、だそれがあの幸いなんですけど、うん、救いなんですけれどもね、うん、でもあのやはり、みんながこう来ていただいた方たちがもう一度来たくなるようなおもてなしができるといいなというふうに思ってまして、はい、うん、まあ、エコードクラブとしても、うん、まあ、新しい戦果の登録ももちろんですけれども、はい、やっぱりあの伝統的なことだとか町のならではのこと、うん、それをまたあのみんなで頑張って続けておもてなし活動ができていけばいいなというふうに思っています、うん、そうですか、ありがとうございます、はい、まあ、あのあれですね、ちょっとこちらの方の、ね、表彰、はい、大賞のあれをちょっと、はい、あの見ていただいてっていう形ですね。今日はだけど本当に健康的に留意してですね、エコールドマッスルクラブ、まあ、お二人で、まあ、ちょっとまた引っ張っていっていただかなきゃいけないとは思いますけど、頑張ってお願いしたいなというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、だから素晴らしい大賞、はいはい、そうですね、まあ、めったにもらえるもの、めったにもらえない、まあ、素晴らしいね、うん、まあ、マッスルにもそういう、ね、クラブがあるっていうことで、ね、はい、全国発信できたな。あとさ、はい、マガリオさん声いい。そうでしょ、うん、アナウンサーみたい、うん、アナウンサーだ、うん、さっきね朗読した時にねちょっとうんと思っちゃった。そう、いやアナウンサーの人誰か来たからと思った、うん、そうだよ、アナウンサーアナウンサーだったんだもん。はい、本当本当、あのね、はい、今週の土曜日18日、はい、マッスル学講座っていうのはね、はい、マッスル公民館で体育館で行いますんでね、はい、ぜひまた参加していただければありがたいなというふうに思います。はい、でところで、はい、来週は宮坂さん、浴衣ですね、なんか、はい、な何これは知らない、うん、知らない。あ、シャドーボックスね、うん、本当に聞き慣れない、うん、ね、3D アートって言うんですよ。で、これは実際にはですね、うん、同じ写真を何枚も持ってきて、うん、例えば、私いますよね、うん、私の写真をね、うん、5枚も6枚も7枚も、うん、でこう何枚もね重ねていくんですよ、うん、それ で立体的にしていくの。で三田さんはね、うん、ちょっと後ろにいたとすると、うん、三田さんのはね4、5枚でね、うん、で私5枚だとちょっと前に出る、うん、で三田さんがね、はいはいはい、3枚だとちょっと後ろじゃん、うん、でこう立体的なもの、うん、で後ろに例えば木が立つと、うん、木をねじゃあ1枚2枚にして、うん、でこう立体的なね作品を作っていくんですよ。でやっぱり出来上がりはね、うん、やっぱりこう習ってる人と初めて作った人のね、うん、ただ貼るだけなんだけど、うん、全然違うんですよ、うん、立体的に。例えばこの丸いね、うん、例えばボールとかね、うん、そういうのがやっぱりこう丸く丸みを帯びてる、うん、で例えばこう、ね、こう鶴が飛んだりすると羽は羽らしく、うん、で鶴の首は首らしくこう丸く、ね、うん、そこら辺もね技術でね、うん、素晴らしい立体的な作品なんです。そこら辺もね、うん、ちょっとお話ししていただくと。実際に持ってくる、持ってきてくれると思います。思います。ぜひ持ってきてもらって、あ、そうですね、っときます。実際に撮ってもらってもいいから ね、はい、でまあ作ってもらおうか、うん、時間かかるから無理無理、はい、無理無理、はい、はい、ということで、はい、これ湯本さんと、うん、湯本さんと片岡さん、うん、片岡さんはね、うん、豊坂の方でね習ってるんですよ。あ、そうですか。湯本さんがね、うん、主催されてましてですね、うん、先生なんですよ。その方にねいろいろお聞きしようと、うん、あ、そうですか、思ってます。あ、了解です。ぜひ持ってくるようにお願いしますね。そうですね、楽しみです。はい、はい、じゃあそんなことで、はい、来週しゃべくりますしろ、どうぞお楽しみに。楽しみに、よろしくお願いします。